宿毛矯正毛に対してのパーマ、デジタルパーマ使わないんですけど、まずプレでカットをしていきます。で、毛先の量を取りすぎるとメンズの前チリチリになっちゃったりするんで、毛先の量を取らないで中間根元側の料金をルーツセニングで取ります。でこちら T4 セニングって両側が口になってる状態なんでラインが出ないんですね。ルーツから根元から結構狙えるので、例えばこういう感じで開閉をしていったりして、まあ、横でこうやったりとかですね、まあ、あとこういう風にやる場合もあります。まあ、皆さんちょっといろいろやり方あると思うんですけど、髪の毛があったらイメージとしてはこの辺を削ぐんですけど、こうやって削ぐっていうよりは長い毛と短い毛があったら、その短い毛、まだ伸びている途中の毛だけをちょっとこの逆毛で拾っていくみたいなカットがちょっと難しいですけど、でちょっと毛量を減らして、必要だったら毛先をちょっとスクラッチカットとかで減らすって感じですね。で宿毛矯正なんで削ぎあんまり入れてなかったんですね。ほぼラインだけで切ってて、毛先ちょっとチョップするぐらいの状態だったんですけど、やっぱりパーマのスタイルになるとより重さが出てしまうので、どうしても削がないと結構こんもりしてしまうで、今回希望のスタイルがちょっと動きが出てるスタイルなんで、結構削ぎを今回入れました。初めて入れましたね。リカールパーマってやつでちょっと対応したいと思います。リカールっていう名前のパーマです。
結構今適当に僕乾かしてると思うんですけど、はい、意外といけます。ただ何もつけないでやるとやっぱりまあちょっとパサッとなっちゃうかな。しょうがないです。あと熱温めて冷ますと形がつくんで、例えば、ちょっと熱くしてあのドライヤーをして、はい、例えばこの辺立ち上がりたいと思ったらここに熱当てるんですよ。で5秒冷ますと立ち上がります。そう、自分で作れるんですよ。結構すごくないですか。ここ、こうやってやって熱反応を起こす。ちょっとドライヤー、こういうパーマなんで反応してると通常はできないんですけど、はい、温めて冷ます。まあ、こんなしないと思いますよ。なんでちょっとうねりが気になるとかだったら、まっすぐこう行きたいっていうんだったら、例えば前髪とかね、はい、ここをこうキュッてこう、あまりうねりっていうよりは、はい、綺麗にこう行きたいってなったら引っ張ってドライヤー当てて5秒待つ。でもあまり引っ張ると上がっちゃう可能性があるんで、ちょっと下側に引っ張った方がいいです、はい、そしたらほら、これがこのパーマのめちゃくちゃ綺麗じゃないですか、はい、いいですよね、はい、でこことかもうちょっとまあ上はまああんまり適当ですけど、根元の方を引っ張って、うまいね、大成功だよ。これ調整でここまでいけないと普通はマジで宿毛矯正にパーマつけはできないって書いてます。ああ、デジタルパーマですって書いてますけど、あれ嘘です。これやばくないっすか。結構再現できてますね、あの状態、はい、生きてますよね、はい、すげえ自分で言うっていう、かなり近い状態持ってこれたんで、ほら、はい、日本のやつどれでしたっけ。こんな感じですよね。まあいいか、ね、こういう感じですよ。そしてこのボリュームも落ち着いてるんですよ。でも、ね、そんな時間もかかんないですよ、はい、よし、これどう？いいでしょ、はい、成功しました、これはこれは成功しました。動画撮ってるだけで絶対外せないっていうプレッシャーがここはちょっとあった方がいいと思うんですよ。はい、そうっすね。あ、かっこいいっすね。これは成功。